はい、ファインモルドの F2A 戦闘機です。6月の頭ですね。5月の終わりに出荷ということで出たばっかりです。ここにあります。早速ですけど、オプションパーツっていうのが既存のファインモルドの、ね、シートベルトですね。あと、ピトー艦と自衛隊のミサイルセットが使えます。もう出てる分でいけますということです。で、早速中身です。機種ですね。機種とボルト、ナット、重りがついてますね。とちょっとビニールから取ってないんですけど、ピキャノピーですね。F16 と一番違いはこのキャノピーの分割です。ちょっとほとんど見えないんですけど、センターにあの金型の分割の線が入ってますので、ちょっとこれは処理をする必要があります。はい、中身ですね。中のエンジンのインテークで、お腹のところに来る部分に主脚、の、根元のところのモールドですね、しっかり入ってます。あとは、一番今話題になってた部分ですね、お尻のところのエアブレーキが、展開したものと、ピントが合わねえな、閉じたものと2種類ついてますんで、もうくっつけるだけで展開した状態になってるので、こう調整云々とかっていうのが必要ないので組み立てやすいかと思います。えらいピント合わないね。なんで？な感じです。すいませんね。あとは分割、パーツの分割が、ちょっと細かくなってるので、組み立てやすいというか塗装しやすいという話を聞いております。あたりのあの空母で着艦するときのやつなんかはもう一体ものですね。展開ができんという展開した状態を作れないと感じですね。これが本体の上面、ディテールは長谷川より当然上の感じだと思います。細かいですが、タミヤのと比べると気持ちだるい、甘いという感じの印象を受けますが、でも細かいのは細かいです。タミヤのはね、細かすぎます。逆にオーキルエンジンの主脚の部分とエンジンのパーツですね、これも細かいですね。あとは、増装が2つ、水平尾翼のパーツですね、同じランナーが2つ、これが、吊り下げのステーですね。感じです。これが、あれですね。射出、なんとかですね。座るとこです。で、自衛隊用のデカールが、むっちゃ細かいのがいっぱいついております。コックピットの中の、インパネの方もデカールがついてますね。コーション類も一応日本語なんだけど、まあ、ほぼ潰れてるので、でっかい感じがちょっとあんまりないですね。読めるか読めないかぐらいの大きさです。あとインストですね。非常に
いい紙、厚めの紙で、かなりページ数のあるインストになってます。 F16 との違いも書いてありますね。はい、こんな感じでした。 F2A、自衛隊戦闘機ファインモールド72分の1開封動画でした。